番手、そして2番の斉藤上がっていきます。合わせるようにして、ここは関東力比べか。5番の近藤も上がっていくんですが、1番の工藤も突っ張っていくんでしょうか。2コーナーを今通過してかぶさっていく2番車斉藤和重、けれみなし迷いはありません。マークは8番の市村、そして中段がどうか。5番の近藤アウト、インコースには1番の工藤抵抗していく。4コーナーを通過、やはり主導権はこの人、2番の斉藤和重がピッチを上げていく。インコースから切り込んでいく。4番の大野、番手軍配上がりました。3番手8番の市村といった体勢、2番4番8番体勢で、5番の近藤前から4番手になりまして、1番の工藤はその後ろ、前から5番手バックストレッチ、4番手から5番の近藤上がるがどうでしょうか。届くか、ちぎっていく2番の斉藤、しかし捕まえるか。5番の近藤元近のスピード、5番車近藤元近、2着2番3着で1番の工藤、97期3人ワンツースリーではあります。